街中で完全にパンツが見えてしまったことはありますか？複数人に目撃され、どのように思いましたか？またどのようにその場を切り抜けましたか？はい。この服が私のお仕事着なんですけど、スカートがとってもタイトなスカートで、体にこうビシッとフィットするタイトなスカートを着用するようにという決まりがあるので、こういうスカートを履いてるんですけど、ちょっとこういうスカートって私の体型にあまり合ってなくて、私結構このお尻とか太ももがムチムチなので、どちらかというと裾が広がってるスカートの方がすごい履きやすいんですよね。でもお仕事なのでそうも言ってられず、タイトなスカートを履くときによく起こることというのが、スカートが上がってお尻全部ペロンって見えてるのに気づかないってことなんですよ。で、私それで2回ともタイトスカートがこうぐちゃぐちゃってここら辺でまとまって、お尻ペロンって見えたままこう駅に行ってしまったことがあって、結構駅まで遠いし、いろんな人とすれ違ったのに一回も分からずに駅まで行ってしまって、駅に着いて、定期をこう取り出すじゃないですか。その時初めて、ぴょーんって全部見えてることに気づいて、いやー、すっごい恥ずかしかったです。どのように思いましたかって、もう、あー死にたいしかないですよ、そんなの。またどのようにその場を切り抜けましたか？いや、これはね、切り抜けられません。無理ですね。もう泣くしかないです、こういう状況は。しかも私これ2回やってて、2回目は、力その場で抜けちゃって、あーって座り込んでしまいました。